入江九十一は日本の武士。別名は川島小太郎。天保八年四月五日、長州藩の足軽である入江家伝寺。町夫妻の長男として生まれた。弟に野村康氏、妹に伊藤澄子がいる。妻は九十一の父の同僚であるホリオンエモンの娘、久米。安政三年に父が死去し、家督を継いだ。安政四年に 弟の和作が、吉田松陰の松下村塾に入塾するが、91は、家計を支えるべき立場であるため通う暇を作れず、安政5年になって遅れて入門した。同年12月に松影は、再投獄されるため、実際に学んだのは1ヶ月程度に過ぎないが、松影から高く評価され草加玄瑞、高杉晋作、吉田敏丸と並んで、 正門四天皇の一人に数えられた。同年、師匠の松影が、江戸幕府の無直挙による日米修好通商条約締結に激怒し、倒幕を表明して、老中の真鍋秋勝暗殺計画を企んだ。この時、高杉、草加、豊島ロラは、猛反対したが、九十一、和作兄弟だけは賛成し、計画に加担。その際に、松影から、 草加くんたちは優秀だが、度胸がない。しかし君だけは、国のために死ねる男児であると高く評価されている。そのため、後に、松影が安政の大国で処刑された後も、九十一は、師匠の意思を受け継いで、真鍋や帰活暗殺計画を実行に移そうとしている。同年、伏見に手藩主を拉致して朝廷に誘導し、強引に上位を宣言させるという奇策。 伏見み洋画作を獄中で思いついた松影は、無謀な作に反対する、草加減髄、高杉新桜ほとんどの文化生に波紋状を出し、入江兄弟に実行の指示を出すが、藩に察知されて、弟と共に岩倉国に投獄された。これにより入江家は困窮し、九十一は獄中で内職を行って、家計を助けた。松影の処刑から半年後、兄弟も、 万円元年に釈放され、文久三年には、吉田都島ロラと共に、足軽から私分に取り立てられたが、無給の私分という扱いであり、家計の苦しさに変化はなかった。京都で、尊王上位のための活動を行う一方で、高杉の騎兵隊創設にも協力し、騎兵隊の参謀となった。同年の下関戦争には、草加の率いる光明寺等の一員として参加した。 翌元治元年7月19日、金門の辺では、草加の率いる老人隊の一員として、天皇山に布陣し、御所攻撃に参加したが敗れて、草加は自陣。草加に、藩主正神への伝言を頼まれた91は、なんとか脱出しようと図ったが、兵を越えたところで、越前兵の槍を顔面に受けて死亡。去年28、 主級は、福井藩士が藩主の松平春学に許可を得、同様の戦死者8名と共に、福井藩の経営の菩提寺である、上禅寺に手厚く葬られた。その後長らく、長州藩側に忘れられていたが、旧福井藩士が、もう年家に連絡したことをきっかけに、明治30年代に秘籍が集築された。後に、木戸孝義大村増次郎たちによって、 長州藩内の桜山小根城、旭山商根城、京都霊山五国神社、東京商根社に五国の英霊として祀られている。山口県萩市、長寿寺にも入江家の父母、妻の久メらと共に母碑がある。九十一の没後、妻の弟の音次郎を養着死にしたが、アメリカへ、完璧留学した。翌年の明治六年に病で隠ししたため、 91の弟、野村康氏の次男である寛一を、明治13年に養子に迎え入江へを継がせた。ニュージャージー州ニューブランズウィックのウィローグローブ墓地には、幕末に、同地のラトガース大学で学び、同地にて隠しした草壁太郎の墓があり、それと並んで、入江を閉じろうの墓碑がある。草壁家は、旧福井藩士である。明治24年に聖四位を送られた。 カモンは丸に並びてかの羽根。ありがとうございます。